3年生の終わり頃に友達に誘われてバスケを始めました。試合もミニバスケットボールクラブです。その時もキャプテンをやっていて、それで、チームをまとめることもそうですけど、小学生なので楽しく試合とかも練習とかもやれたのはすごいいい思い出だった思い出でした。白山中学校です。白山中の時もキャプテンをやっていて、でそこでは小学校とは違うその強さだったりとか、あと考え方だったりとか動きだったりとか全然違ったので、すごい最初はすごい難しかったんですけど、だんだんその先輩たちともコミュニケーションとか取るようになってきて、その白山中でのバスケスタイルをだんだん慣れてきたので、その分かってきた時にはすごい楽しかったです。もともと知らなかったんですけど、その推薦が来てから浜松の試合だったりとか見に来た時に、すごい走って速攻で点を取るっていうスタイルがすごい自分の中でも好きだったので、そういうプレー、泥臭いプレーとかもプレーとかに惹かれて浜松にしました。それにかけて3年生も頑張ってきたと思うので、それに応えれるように自分の中でも頑張ろうと思ってたんですが、それがなくなってしまったので、今残ってる次の大会のウィンターカップに向けて、今の目標であるベスト8には入れるように、少しでも力になるように頑張って